アンリ・ワロンアンリ・ワロンは、フランスの精神科医、発達心理学者、教育者。フランス・パリ生まれ、1908年、パリ大学医学部卒業。精神病院で障害児の治療と研究に従事し、精神障害は、生物学的原因だけでなく、環境的原因、特に社会的欠陥も大きく作用していることを明らかにした。このことは、環境の改善。 特に教育の力で障害を克服し得ることを確信させることとなった。その後、児童精神生物学研究所を創設し、児童相談などの臨床に従事しながら、有物弁証法の観点から子供の性格や思考の起源について研究した。1937年から1949年までコレージュド・フランス教授を務め、国立科学研究センターで研究を行った。 ナチスの侵攻によって職を割れレジスタンスに参加1944年復職パリ解放後は文部大臣や国会議員を務めたフランスの教育改革に尽力し物理学者ポール・ラン・ジュバンと共に作成した改革案はヒューマニズムに満ちた先進的内容であり教育史上を高く評価されている1948年には パリ大学の心理学研究所の所長となった。人間の成長、発達を歴史と共に全体として捉えようとし、ヨーロッパで500年以上積み重ねられてきたあらゆる哲学、心理学、そして精神医学を吸収しようとした。ありがとうございます。